アシーさん、200回投稿記念おめでとうございます。まあ携帯一つでよくやってるなっていうような印象でございます。まあ昭和で言えばプロゴルファー猿、ドライバー一本でね戦うっていう、今で言えば吾妻善逸ですかね、鬼滅の刃、非常によく頑張ってるなっていうような印象でございます。これからも、1000回2000回投稿と頑張って継続していただければと思います。陰ながら応援しております。頑張ってください。すまちです、こんにちは。200回記念のアスティの動画なんですけど、おめでとうございます。まあ印象に残ってる、僕が出演した中で印象に残ってる動画はフジロックですかね。やっぱ今までの人生の中でもやっぱ印象に強い思い出なんで、アスティの中で個人的に一番好きな動画がテイクバックなんですけど、なかなか人気がないですね。もうちょっと皆さん見てください。じゃあありがとうございます。アースティ200回おめでとうございます。私もよくお世話になりまして、まあ、よくわかんないんですけどおめでたいということで、今後もよろしくお願いします。どうもこんにちは、アースティ200回、どうもおめでとうございます。以上ですか。特にコメントないんですけど200回行かれたということでね、またさらにその上を目指してね、頑張って動画上げていただければと思っております。アスティさん、この度は200回記念おめでとうございます。少なからず私もアスティさんの動画に参加させていただき、何かしらの貢献ができているのかなと思います。今後とも引き続き、末永くどうぞよろしくお願いいたします。この度はおめでとうございました。アスティどうも、岸です。200回記念おめでとうございます。私はこのチャンネルにね、シスマーキットの町をしろとかスゴロクとかテイクバックのようなコントとか、この間田崎三郎の主演とか、重ねお世話になっております。ありがとうございます。アスティチャンネルがなければ私の808チャンネルもなかったという、師匠のようなねチャンネルでございまして、今後もいろいろコラボできたらと思いますので、引き続きアスティ808、そしてリバサイグッドアイランドも、よろしくお願いいたします。200回記念おめでとうございます。引き続き面白い作品を期待しています。ありがとうございます。